ボギー車連接車デュワグカーはドイツの鉄道車両メーカーであるデュワグで製造された路面電車車両の日本における通称。特に1951年から1970年代まで量産されたボギー車及び連接車を指す場合が多い。この項目ではライセンス生産によって製造された車両を含む関連形式についても記す。第二次世界大戦後、 復興が進む西ドイツの路面電車では、利用客の急速な増加が課題となっていた。大戦前の主力であった二軸車では収容力が不足しており、不随車をつないだ連結運転が常態化し、運用コストの面でも不利となっていた。そこで、各都市の路面電車事業者、鉄道車両メーカー、そして関連機関が協議した上で、規格を統一した低コストの大型ボギー車を、 導入することが決定した。そして1951年に、デュッセルドルフやハノーバー向けに製造された試作車を皮切りに、各地の路面電車への導入が始まったのが、デュアグカーと呼ばれる一連の路面電車車両である。従来の二軸車や戦前から一部の都市に、導入されていたボギー車に比べ車体が丸みを帯びた、軽量構造に変更されたほか、車体中央に扉が増設され、 前後を行き来せずに乗降することが可能となり、利便性が向上した。乗降扉は、デュワグが開発した、折戸式の自動扉が用いられた。台車は、シェブロンゴムを介して、軸受けを支える構造となっており、車輪の外枠部分と和ンの間には、騒音防止のためゴムブロックが挿入されていた。初期の車両の駆動装置は、吊りかけ駆動方式が採用されていたが、 1954年以降は、傘歯車を用いた直角カルダン駆動方式が多くの車両に採用され、車輪の摩擦力が大幅に増加した。機器の製造は、シーメンス、ブラウン・ボベリ、キーペが手掛けた。蒸気の試作車の導入に続き、翌1952年からボギー車の量産が始まり、ドイツ各地の都市へ導入が続いた。運転台を持つ電動車に加え、 さらなる乗客増加に対応するため後方に連結するボギー式付随車の製造も行われ、乗務員の削減のため車掌を乗せない定期券、回数券所持者専用車として使用された路線もあった。しかし、それでも運賃収受上での効率が悪いのは変わらず、動力がない車両を連結することで静止摩擦が制限されるなどの問題が生じた。そこで1五十六年、 デュワグは最大181人の定員を有する西ドイツ発の連接車を3両試作し、その成果を元にしたデュッセルドルフ向け車両を皮切りに量産を開始した。ボギー車と付随車の連結編成と比べて低コストで列車定員が増加し、台車の数が減少したことでメンテナンスコストの削減効果も得られた連接車は西ドイツ中に普及した。 2車体連接車に加え、デュッセルドルフ、ケルン、フランクフルトアムマインには、さらなる乗客増加に対応するため、定員248人の3車体連接車が導入された。さらに1967年にはラインハールと、鉄道向けに当時世界最長の路面電車車両となる、全長38.5メートルの5車体連接車が製造された。これに伴い、 ボギー式電動車は1960年までに製造を終了した一方、付随車は1960年代まで製造が続いた。デュワグカーは一時西ドイツの路面電車の8割のシェアを獲得するほどにまで普及し、コッペンハーゲン、ウィーン、グムンデンなど、西ドイツ国外の路面電車にも導入された。また、デュワグに加えて、アルプタール運輸有限会社向けに、 ラシュタット車両工場がカッセル向けにアービー・イッツ・ジェメインシャフト・デア・コスラー、ワガニン・ディストリがオーストリア・ウィン・シデン向けにシメリンク・グラーツ・パウカーとローナー・ベルケがライセンス生産を実施した。その後、1969年から改良型のマンハイム型の製造が始まり、さらに1975年以降は後継モデルとなる M、N 型の生産が開始されたことで、 連接車の製造についても1976年までに終了した。東西ドイツ併合後の1990年代以降は、車両自体の老朽化に加え、超低床電車の導入に伴い廃車や、タトシエの譲渡が進む一方で、連接車の中間に低床車体を挟んだ部分超低床電車化など近代化工事が施された車両も存在する。 1959年に製造され、ドルトムントに導入された三車体連接車のうち2両が1981年に広島電鉄に譲渡され、翌1982年から2008年まで使用された。2019年現在は1両がプロジェクションマッピングを用いたアトラクションとして生体保存されている。アウトドロップ鉄道博物館で保存されている機動車。 西ドイツ国鉄が所有していたラーベンスブルク、バイエンフルト間の路面電車路線用として、1954年に2両が導入された形式。ホームが片側にしかない路線の特徴に合わせ、両運転台ながら、扉は車体の片側にのみ設置されていた。路線廃止後は、オランダのロッテルダム公共軌道に譲渡され機動車に改造された後、さらに、 オーストリアの軽便鉄道である、チラータール鉄道へ、譲渡されるなど複雑な経歴を有する。マンハイム型1969年に導入されたマンハイム向けの車両を皮切りに、西ドイツやオーストリアに導入された、デュワグカーの改良形式。窓の大きさが拡大したほか、マンハイムなど一部都市向けの車両には、空調装置が搭載された。急カーブが頻発するフライブルクで、 路面電車を運営するフライブルク交通株式、会社向けに製造された車両。連接台車が、車体間ではなく、中間車体の下部まで延長された、先頭車体の台枠に設置されているのが特徴である。1971年から1991年まで3時に、渡って量産が行われた。フランクフルトアムマイン市内を走る。 フランクフルト市電には1955年から1957年までボギー車のデュアグカーが翌1958年以降は連接車が導入され、それまでの主力であった二軸車の置き換えを進めていたが、最後に残った車両の置き換え及び1968年に開通したフランクフルト地下鉄への乗り入れを視野に開発された連接車が P 型である。 他の連接車に比べて角張った車体に変更されたほか、制御装置も直接制御方式から、電子制御装置を用いた、間接制御方式に改められた。路面電車区間専用の P 型に加え、同規格のフランクフルト地下鉄区間で用いられる、高床ホームに対応した、可動式ステップを搭載した PT 型も製造され、 P 型についても1986年から翌1987年にかけて改造工事を受け PT 型に編入された。一部車両はステップを常時張り出し地下鉄用車両との共通運転が可能となった PTB 型へと改造された。新型車両導入により廃車が進む一方、2009年以降一部車両がトルコやポーランド各地の路面電車路線へ 上渡されている。ありがとうございます。